それどんなやつだっけ。わかんない。どれ見てるの。
1、2の言葉に当てはまる漢字を書きましょうか。1、2ってどこ？1ってどこどこ？これか。口や目を表す1。口を。口や目を表す口字って何よ、これ。なるほど。口や目を表すか。みんな四角だな、これな。二つともな。口、目、もう口や目の。口や目の形。口や目の形から作った感じですと。だから、何もかな。なんだろうね、これ。おかしいね、これね。口や目を表す。漢字だな、これ。漢字。もう、口や目の形から作った漢字です。おかしいね、これね。問題おかしい、これ。見てるか。8番。また分からないんだけど、もう問題おかしい。口目になってる、これ。口目だって。あ、これいいのか。これね、口目だ。じゃあ、このままもらっていく。ね、自分でいいからな。それはね、問題があるよ、問題ね。これ、わかんない。どれだけやってみてるか。7番も7番見てあげるよ。穴の中だって、ね、穴の中。そうじゃん。白熊の兄弟は冬の間どこで過ごしていましたか。文章の中の言葉では穴の中。書かないね。書いていけるのか。ごめんごめん。じゃあいいよ。ちょっと上から書いて。上から書いて。上から、あと半分に書いて。穴の中。な、ごめんなさいね。これどれ？何字があってよね。どれ？持ってこい。500と20と3を表したら523。数字で書きましょう。鉛筆持って歩くの危ないから。500。どれ？見てやるよ。